マスターグレード過渡期バージョンの、ダブルゼータガンダムの制作、前回、購入してね、開封しましたので、パート2、ね、今回から制作に入っていきたいんですが、今ですね、組み立て終わってこんな感じです。制作動画ね、パート2にしてもうすでにね、本体ね、本体というか、全てね組み立て済みという状態なんですが、全体的に見るとこんな感じですね。なかなかね、やっぱりダブルゼータガンダムはすごく大きなね、モビルスーツなのでかなりね重量感もありますし、通常のマスターグレードよりもかなりね大きなサイズなんですが、こんな感じにね、組み立て完了して、まあ、作ってみるとね、デザインに、開封動画の時もねちょろちょろといろいろ言いましたけれども、作ってみるとねなかなかかっこいいですよね。で個人的にはこのぐらいかな、このぐらいの角度の、この雰囲気ですね、画像でもねこういった斜めから、撮影された画像が多いんですけれども、この感じがねやっぱりダブルゼータは僕は一番好きかなというところですね。で本当にねサイズが大きいんですよ。もう本当に100分の1スケールなんですが、すごく大きくて、比較のね、写真も撮ってみたんですけれども、これはね制作途中ですね、組み立てる途中で、ちょっとあまりにも大きかったので横にね、EG8 をね並べてます。でこの EG8 も実は、ね、100分の1スケールなので、同スケールのマスターグレードの、ガンプラをね横に並べたという状態なんですが、ほぼね足の、サイズとね、変わらないぐらいの状態なんで、マスターグレードを並べるとね この辺ぐらいになるのかな。実際にちょっと並べてみましょうかね。でさっき、写真でね登場した EG8 ですけれども、横にね、ちょっと足の場所も同じぐらいに調節して、これがね同じぐらいの位置にね立たせた状態なんですけれども、このくらいね大きさに、差があります。かなりねダブルゼータガンダムでかいですねやっぱり。まあ、それでね、こういう感じにねもうサクッとね素組みだけはさせてもらって、で組み立ててる最中も一応ね撮影とかをねやったのをやったんですが、もうそんなにね山場がないというか、もう普通に組んでいける状態で、まあ、最新のガンプラではあるんですけれども、特にねこう新しい組み立て方とか新しいパーツがあるわけでもなくて、普通に組んでいくとすんなり、ここまでね組み上がるという形で、組み立てのね難易度としてもそんなに高くない、キットだったんじゃないかなと思います。なのでもういきなりねもう組み立てる様子よりはもうバンとね、組み立てたね、一応素組みですね、墨入れ等も全くやってなくて、ただ切り出して、組んだ状態ですけれども、サクッとね、もう画面にね登場してもらってます。それで、今回のこのキットですね、僕が一番気になってるのはやっぱり変形なんですよ。この大きなキットがどういう風にこう、まあ、どういう仕組みで変形していくのかっていうのが非常にね、気になってましたので、今回はねその様子を、お伝えしたいと思います。でまずはこちらです、これはねダブルビームライフルですけれども、こちらの変形からなんですが、こう横から見るとねこんな感じで持ち手がついて、ここにね、照準のねパーツがあるんですけれども、この2つがまずねパタンと倒れるんですよね。パタンと倒れて、これもパタンと倒れて、でこのね方針の部分がぐっと後ろを向きます。後ろを向いて、まあ、後ろというかねこっちが前になるんですけども、ぐっとねぐっと持ち上げて、こういう状態ですね。ここにねコックピットがあるんですよね。でコックピットハッチもぐっとね、動かして、ここにね、パイロットをね乗せることもできたりします。先の部分こういう感じになってます。であとはですね、ここの部分のパーツをぐっと中に押し込んで、ちょっとここの中にね、空洞を作るんですけれども、この状態で、あとちょっとねハッチも閉じましょうかね、閉じて、この状態で、変形完了ですね。で続いて本体部分ですね。本体は、まずこれをこういう感じになるのかな、横の部分をこういうふうにぐっと下げて、でこの肩の部分がこうですね。でこれをこうぐーっと上向けるんですよね。ぐーっと上向けて、で反対側も同じようにぐっと肩を下げて、ぐっと回す感じですね。こうなりますね。
で手の部分ですね、この手の部分かっこいいんですけども、まずはここがグッとねこう開くんですよね。これが開いてこの手がねこう開いてぐるんと回ったらスラスターが出てきます。あれ今ちょっと引っかかってるんですけども、あこれ手をね横にこうやらないといけないですね。こうやった状態でぐるんと回す、よいしょ、これいいのかな。これね変形させるときはこちらのパーツですね、変形させる用の手のパーツ、まあ若干ね、まあ、一回りちっちゃいような感じの手のパーツなんですけれども、これに変えとかないといけないですね。今つけてた通常のねこの握り拳の、手の部分のパーツからこの変形用のね手のパーツ、若干ちっちゃめですよね、これに変形するとこうぐーっと回してまた閉じてって、こういう変形が、できるようになります。で同じようにね反対側もまずは、手をねちょっと差し替えて、で、ちょっとねちっちゃめの手のパーツに差し替えて、この状態でここを開けて、両側開けて、でぐっとね中を回してスラスターが出てくると、こういう状態になりました。でねこの中の部分もパーツはねあるんですけれども、ちょっとね今回まだ一旦ね組み付けてしまうと後でね外すのができなさそうだったので、今回このスラスターの部分の中のパーツは、付けずにちょっと、ね、このグレーのパーツのままになってます。で今度はここねコックピットハッチなんですけれども、コックピットハッチをガツンと開けて、で、全体的に外装が前に行きます。よいしょ、よし、こんな感じですね。これグッとスライドして前に行くんですけれども、でこの状態で、グッと上に持ち上げるんですが、このままだと頭部のアンテナがねこう引っかかってしまうので、これがグッとちょっと前に出て、この首の部分のパーツがこうグッと持ち上がるんですよね。でグッと上に持ち上げて、アンテナをちょっとねここにスペースができるので、アンテナをグッと回して、よいしょ、この中に入れるんですよね。この胸のパーツのね隙間にグッと入れて、よいしょ、そしてこの胸の部分のね外装をグッと持ち上げるんですよ。グッと持ち上げてこうなります。そしてこの部分ですね、今持ち上げた状態でこう中身がね丸見えになってますけれども、ここに先ほど変形させたこのパーツをねガチンとね合体させます。でこの部分に溝が切ってあるので、これをねグッと差し込むんですけれども、あちょっとここがねまたパタンと倒れないといけないですね。ここ倒しておいて、ここをねスカスカに開いてる状態にして、でこうかな、よいしょ、おしっかりと刺さりますね。よいしょ、 OK、 よし固定できました。固定してさらにこの前の部分もしっかりと、よしここに、あーいいですね、隙間なくバチッと、ちょっとぐらつくのかなと思ってたら、しっかりとね、差し込んで固定できますね。続いて足の部分なんですけれども、まずね、このかかとがグッとこうかこちら側に収納されて、つま先がグッと曲がる、よし引き出してグッとこういう風なねこうちょっとつま先だったようなね状態ですけれども、こういう状態になりますね。で、さらによいしょ、ちょっと正面向けて、今ね先ほどまではこう外装はなってたんですけれども、これをねパタンと閉じまして、下に伸ばせるんですよね。よいしょ、で膝をねこうここをねグッと持つと、ここのロックが外れてカチャンとね取れますので、これでグーッとね膝を曲げる、でここをねスライドさせるんですよね。これがね結構難しいんですけども、場所はここでいいかな、グッとスライドさせて、で、そしてこの足首をグッとね、中に入れると、ここにスラスターがあるんですけどね、これが出てきて程よいところ この辺かな、ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、外装がね閉じて足首がねこう曲がって、
こうグッと中に入ってこのねスラスターがこう出てきてっていう状態ですね。でさらにこうグッと曲げてこの膝だったところのパーツもパタンとねこう閉じて、これでいいのかな。両方変形させてこういうね、こういう状態になりました。でこちらがね、この腰の部分の方につま先が来て、膝曲げた部分にこうスラスターがねちょっと今隠れてますけれども、ここにスラスターがねある状態ですね。で、さらにねこの内側のパーツがね一部ここの部分がねこう開くんですよね。で開けて、これをねグッとね差し込む、よいしょ、差し込んで、固定します。よいしょ、これでいいのかな。これで、両足の部分がねこう互い違いにねずれたりせずにバチッと固定できます。で今横から、見た状態なんですけれども、今度ねこれね、バックパックがグッと持ち上がるんですよね。でちょっとこの横向きだとやりにくいので、こうねこうずっと差し込んでるのでこう外して、そしてグーッと持ち上げて、こうねグーッと持ち上がるんですけども、持ち上げてもう下げちゃっていいのかな、こういう状態かな。で、ここでね腕を折りたたんで、でグーッと、あこれ飛行形態だから横に広げないといけないですよね。うわ難しい、こうかな。腕を回して、で下げ切る、よいしょ、こうか、こういう状態。あでちょっと足逆だったな、足ぐるっと回しとかないといけなかったですね。よいしょ、足をこちら側向きか、向きに回して、ここにロックが出てくるから、このロックに差し込む、よいしょ、これで、ようやく変形完了ですね。まあ、これで、G フォートレスへの変形がね、多分完了したと思います。多分ですけれども、ちょっとあちこち外れかかってるな、こんな感じですね。で、ぶっちゃけ言うと、もう二度とやりたくないです。もうめんどくさい。まあ、あの大きな本体がね、ほとんど全ての箇所変形するので、まあ、あれくらいね手間がかかって、致し方ないところですし、あとね今回僕これ作った後、全部もう一回バラして、塗装をやろうと思ってるので、各部ねちょっと甘くしてたりとか外れやすいね加工をしてますので、まあパーツがねポロポロ落ちたり、しました。だからね普通に素組みしてると多分普通にね変形できると思うんですが、僕はねちょっとパーツをねもうすでに加工してしまってるというまあ条件があって、ちょっとね変形にかなり手間取って、今もねこれ間違わずに変形できるかできてるかどうかねちょっと微妙なところなんですけれども、変形の様子はねメーカーさんのサイトとかで、サイトじゃないや、メーカーさんの動画ですね、あのあたりでも、まあ、ちょっとねこうイメージ、動画的な感じですけれども解説がねあったりするので、そちらをね、参考にしていただければなと思います。なんかね、中途半端で申し訳ないんですけれども、ちょっと慣れました。で本当はねこの後、まだ変形の形態があるんですよ。コアトップの状態とか、あとコアベースの状態ですね、これ上が外れてここに、コアファイターですね、実はコアファイターがこの今お腹の中に1機入ってるんですけども、もう1機ね付属でついてたりするので、いろいろね本当いろんな形試せるようになってるんですよ。コアファイターね2機あった方がまあ、アニメのね再現度が高まったりはするんですけれども、ちゃんとねそれを考慮してコアファイターね2個つけてくれたりとか、非常にね至れり尽くせりなんですが、僕がこの変形の感じは気になってたんですけれども、いざやってみると非常に大変でね、まあここまで来るのにもすごく時間がかかったので、今回は、これでちょっと
ご勘弁いただければなと思います。あの偏見のやり方ね、ちょこちょこ間違ってたりとか、まあ、調べしながらね、この説明書を見ながらやってたので、非常にね、効率悪い、状態だったと思いますけれども、一応変形まで、できました。でこの後は、せっかく変形してこの状態もね、まあ、やってみるとかっこいいんですけれども、やっぱりね、まあ、人型のね、まあ、ガンダムの状態というかモビルスーツの状態に、戻して、塗装をねやっていこうと思いますので、次回の動画はね、もう一回これ戻します。もう戻した状態から、撮影はね開始すると思うんですけれども、一回人型に戻して、で、ちょっとね、今回この人型の状態、モビルスーツの状態で、かっこいいのはかっこいいんですけれども、少しねいろいろと言いたいところもねちょろちょろっとあったりするので、本当に重箱の隅をつつくような話なんですが、あまり良くないなと思うところなんかも、お話ししていけたらなと思います。ということで、今回は一応素組みした、ダブルゼータを、なんとなくですけれども、なんとなく変形してみたという動画でした。大変、本当にねしっかり作ってたら多分変形楽だったと思うんですけれども、やっぱりちょっとパーツ甘くしてるんですよね。僕自身がポロポロ、要はね外れやすくしてるんですよ。ダブ穴をね広げたりっていうか、広げるというか、なんていうんですかね、僕がねこのバラしやすくね、素組みの状態で、もう一回バラして塗装するっていうのを前提で、バラしやすく組むときはダブ穴をね僕8の字に切るんですよ。こう丸いね穴がありますよね。たらこういう風にニッパーで8の字に切り目を入れるんですよ。そうするとこう差し込むんですけども、ちょっとね差し込んだところがねこう広がるので、スポッとこう抜けるんですよ。でそれでも抜けにくいときはこの、まあ差し込むピンの方を斜めに切るんですよ。バチンってこう短くしてしまうと抜けすぎるので、こうまあなんですかね、獅子落としの竹のように斜めに切って、長さは変わらないんですけれども、穴に入る圧力は軽減する。そして穴自体も8の字に切ってるので、刺した瞬間にちょっと広がるんですよ穴。そうするとこう抜けやすくなるけど位置は固定されるっていうね、やり方をねやってるので、ほんとポロポロ外れるんですよね。固定はされてるんですけども、外そうと思ったら簡単に外れるという状態で、ね、どこが見やすいのかな、この辺りがいいのかな、これ分かりますかね、この部分ね、ニッパーを入れてるんですよ、こことここで、このちょっとねここは奥まってるんで見にくいんですけども、これもこことこの部分にニッパーでね実は切れ込みを入れてるんですよ。本当にパチンと切ってるだけなんですけれども、こう形状を変えてるわけじゃないんですよ。もうニッパー差し込んでパチンとね、ただ切れ込みを本当に入れてる状態ですね。このくらい光を当てたらわかるかな、ちょっと白くなってますよね、このくらい切り目を入れておいて、であとはこれをね差し込むだけなんですけれども、今回ねこのピンの部分が短いので特に切る必要もないかなと思って、この状態で普通にこうか、こう組み立てると普通に、ね、位置もずれずに何もしてないような状態で、ね切り出した状態と同じような感じにこう組み立てることができます。で外す時もちょっと力はいるんですけども、よいしょよいしょ、こんな感じでね、特にこうなんか差し込んだりとか、なんか器具を使ったりせずに、もう手の力だけで持つとこさえあればスッとね取れるぐらいなんですよ。ただしっかりとね固定もできてるんですよ。ポロ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 外れたりしないので、接着剤は最終的には使うんですけれども、ちょっと組む状態ね、まあ、いつでも分解できる状態っていう感じに組むにはこのくらいのね、まあしっかりとこう外れないでしょ、こうちょっと力入れたぐらいじゃ外れないんですけども、外そうと思ったら手の力だけで外せる状態、これがねちょっと持ちにくいパーツなんですけども、今ねポロッと外れましたけども、このぐらいの状態ね、ちゃんとこう手がね滑らないように持てれば簡単に外すことができるっていうような状態に、
まあ、してます。なのでね、あの変形も非常に大変なんですよ。こう変形させてたらちょっとこう引っ張る時とかがあるので、その時にねこうポロッとねパーツが外れてしまうね、まあ、このくらいですね、このくらい、うん、ちょっとした圧力で外れてしまうような状態に加工してますので、なかなかね、変形も厳しかったです。多分ねポロッと外れたところあたりは動画内ではね、本編の動画内ではカットしてると思うんですけれども、実はねポロ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 しながら変形はねさせました。まあ、それでね、ちょっと気分が萎えちゃったっていうところはねあるんですけどね。まあまあでも本ちゃんはねこの辺中の方はね接着剤でねバチッと組んでしまうので、一応塗装が終わって組み上げたらすごくねがっちりした感じにはなってくれると思います。